我らの星青き地球は古代から現代に至るまで宇宙からの侵略者に狙われ危機にさらされてきた。だがそこにはいつも侵略者と戦い地球を守ってきた者たちがいた。超古代のパワーで悪の異星人たちと戦った12人の戦士グランセーザー、正義の力ジャスティパワーで宇宙魔王と戦ったジャスティライザー、そして今迫り来る宇宙海賊を迎え撃つ新たな戦士、その名は超星艦隊セーザー X。 我らの目的はあの地球に隠されている12個のコスモカプセルを手に入れること。それを成し遂げたとき全宇宙を支配できるのだ。戦闘ロボットで地球を混乱させ、その隙に我らの送り込んだスパイがコスモカプセルを手に入れる手はずはできている。バッチリだな。なんだ、どうした。誰だ、邪魔するやつだ。我らに巨大なエネルギーが近づいている。なんだあの宇宙船は。なんて気持ち悪い。鳥肌が立つ。宇宙をさまよう謎の船、世にも恐ろしい。知っているのか。幽霊船よ。幽霊船。これだからな、宇宙人は。うるさいわよ、あなたたち。ここは静かに星を観察するところ、体育館じゃないわよ。そっちこそうるさいな。あんた誰、ここの人。見学させてもらってるの、天道美桜。客なら黙ってろよ、ここは俺たちの遊び場。死んでるのか。分かんない。どいて。すぐに病院へ。ケイン、早く乗って。から聞いたよ、病院どうだった。じいちゃん、あいつリキって言うんだ。記憶が戻るまでうちで預かることにしたから。記憶が戻るまでって落雷のショックで記憶喪失になったみたいです。ここはガレージで。変だな。変って何が。記憶喪失なのに名前は覚えてるのか。行くぞ。アンクルクロービー、レッツゴーカス。ライオンセイザー。
待ち。変な服。コスモカプセル、あれが奴らの狙いだったのか。コスモカプセル。コスモカプセルじゃないわ。反応がない。反応がない。じゃあ一体何のために戦闘ロボ。
ネルギーを吸収してボスキートが目を覚ましたぞ。我らの計画にボスキートを利用する。なんて頭がいいんだ我々は。ボスキートは生き物のエネルギーを吸い取って大きくなる宇宙で最も恐ろしいデストロイヤーだ。地球がボスキートで混乱した隙にコスモカプセルを手に入れる。バッチリだ。宇宙海賊の総攻撃の始まりだとも考えられます。戦闘ロボットが次々に送り込まれてきたら我が国はすぐに海賊船への攻撃態勢を取るべきです。ぐずぐずしている時間はありません。一度攻撃をかければ相手も黙ってはおるまい。神宮寺司令、国防省の方針を。お、神宮寺司令官だ。司令官、お話を聞かせてください。宇宙海賊の総攻撃というのは本当ですか？そんなことはね、あちらさんに聞いてもらわなきゃ分かんないよ。開発中の新型戦艦は投入しないんです。莫大な国防費を使っておいて。司令官、カメラに向かって国民に一言お願いします。アンポンタンが宇宙からの侵略はこれが初めてではない。今から約4億年前も一つの破壊生命体が宇宙から飛来し地球を滅亡の危機に落とし入れたことがある。国防省宇宙監視班の特別彼女、あの時の天道さんと。確か天道美桜って言ってたな、ね、その破壊生命体についてお聞かせください。ボスキートだ。ボスキート？ボスキートは宇宙海賊とは関係ない。いや、それ以上のもんだ。4億年前に絶滅したと言われているが、地球上のどっかの海の底でまだ眠ってるかもしれん。まだ眠ってる？おじいちゃん、お電話ですよ。誰からだ？神宮寺さんという方から。お、神宮寺って今テレビに出てた国防省の。ああ、学生時代の親友だよ。夏みかんいっぱいいただいたの。じゃあ食べよ。海の底、食べ方まで記憶喪失か。まさかな。こんなのいらない。リキ、どうしたの？ここにいたのか。僕も地球に来た最初バナナを皮ごと食べたんだ。ケイン、地球人じゃないの？見えるかい？天の川の隣で光ってる星座、ヘラクレス座。あそこが僕の生まれた星さ。リキと同じ年頃の弟がいるんだ。いつも喧嘩してた。今頃どうしてるかな。地球人は嫌いだ。何？あれ、あれが海の底にいたんだ。解析不可能って、どういうこと？ダメだわ、コントロールできない。
界生命体。どうなってんだ。やっつければやっつけるほどでかくなってく。お願い、もう一度私にジャスティパワーを。人を攻撃するなんてもってのほかだ。あいつはエネルギーを吸収して成長する生命体なんだ。相手のこともよく知らないで攻撃をするなんて、カクトのやつもみんな俺が悪いんだよ。どうせ俺はボスキートの育ての親だよ。いつも言ってるだろ、勝手な行動するなって。やけになるなって。ボスキートじゃないかもしれないんだから。ボスキートだろうとなんだろうと俺たちに関係ない。身勝手な地球人が招いた危機だ。自分たちで解決すべきだ。身勝手な地球人、なんだよそれ。自分はどうなんだよ。リキには随分身勝手じゃねえか。もうよせよ、いがみ合ってる場合じゃないだろ。とにかく俺たちの使命は一刻も早く12個のコスモガッセルを集めることなんだ。アド待ってよ。何もあんな言い方しなくてもいいんだよ。タクトのやつはコスモカプセル。タクト見てたのか。気にすんなよ、いつも俺たちはあんな調子なんだ。コスモカプセルって何のこと？コスモカプセルは魔法の玉なんだ。12個集めると願いを叶える。まだ全部揃ってないんだけどな。集めたカプセルは G2 の中に保管してある。 G2。 日本全国で謎の事件が続発しています。突然街の至る所で人々の体が消えました。その後にはご覧のように着ていた服だけが残され、まるで SF 映画のワンシーンのような光景が目の当たりに広がっています。こちらテレビ愛知です。いつも多くの人でにぎわう浅草のショッピングセンターでは、エスカレーターや通路など至る所に男性女性そして子供の服が一面に並び、テレビ大阪です。大阪ビジネスパークでは普段ビジネスマンたちが行き交うテラス内やオフィスから人の姿が全くなくなり、テレビ北海道です。六歩の総合運動公園でも同じ事件です。スポーツを楽しんでいた人々の姿がなくなり、ユニフォームだけが。テレビ瀬戸内です。こちらでは瀬戸内海を行くフェリーの船内から乗務員乗船客の姿がなくなり、 TVQ 九州放送です。海の中道サンシャインプールでは遊泳中の家族連れアベックの姿があっという間に消え、突然向こうから服が突然飛んできたもんから、前の方の人の体がどんどん消えていってしまった。その後ろから現れたのがこれです。こちらですか。もうこうってこうって思いっきり走って逃げて後ろ向きで撮ったんです。何よこれ。こちらがボスキート。ボスキートを言うんですか。冗談だよ。せやけどこれジャスライザーにそっくりじゃない。そんなバカなことあるわけない。ジャスライザーは俺たちなんだ。繰り返します。ボスキートがランドマークタワーに出現した模様です。マルコス
You、なかなかハッスルしてるじゃないですか。相当、こいつらを仲間にしたら。よし、洗脳して高田門スタイルに入れてやろう。ビターン。私よ、ライザーガントは深夜さん。ライザーグレーンは俺だ。こいつらは偽物だ。くそ、許さねえ。もう一度我らにジャスティパワーを。ダメだ、装着できない。いれば必ずわかる。あいつは子供には心を許すやつだ。だからお前を送り込んだのよ。あ、はいはい、しっかりやってね。はい。ケイン、タクト、あんた遅いぞ。何してたんだよ。行くぞ、マックルクロス。平和のために戦ってきたんです。ジャスティライザー、宇宙を守る星の戦士たちが顔を合わせたわけだ。あとはグランセーザーか。4つのトライブが集まった12人の戦士たち、君たちの力に彼らが加われば、ボスキートは倒せない相手ではない。そのグランセーザーがジャスティライザーと同じようにボスキートに吸収されてしまったら。グランセーザーは超古代文明が残したこの水晶板を通してしか姿を現さんのです。誰かの愛と正義と勇気の心がこの水晶板に反応し宇宙に届かなければ、ボスキートにはそれはできんでしょう。ボスキートは星神島のジャスティパワーを吸収したのでしょうか。
多分ボスキートにはエネルギーを吸い取った生命体の姿を借りて増殖をするという特徴があるんだ。ミオさんが心配だ。ミオさん、星神島にはジャスティパワーを守ってきた一族がいます。天道ミオさん、彼女の身に何かが。ここは静かに星を観察するところ。体育館じゃないわよ。星神島をあんなにしてしまったのは俺のせいだ。柄にもなく一人で反省か。はい、お前のシャツだ。母さんが言っとったぞ。お前は昔から泥んこにして帰ってきた。でも洗えば真っ白になる。まるでお前の性格みたいだってな。くよくよするな。誰にでも失敗はある。どこに行くんだ。また天文台か。お前本当は何者だ。どこから来て目的は何だ。何を言ってるか分かんないよ。記憶喪失なんかじゃないんだろう。やめろよ。アド、リキが何をしたって言うんだよ。こいつは宇宙海賊のスパイかもしれないんだ。何言ってるんだ。アド、いくらアド君でもそういう言い方は許しません。黙っててください。これは僕らの戦いなんだ。いいえ、黙りません。たとえスパイだったとしてもそれは自分でなろうとしたわけじゃないわ。リキ君はいい子よ。もし悪い大人がそうさせてるんだとしたら、その悪い大人をやっつけるのがアド君たちの戦いじゃないの。リキ君、お前の家族を殺したのは地球人なのよ。地球人を憎むの。こうやってね。お前の命の恩人は私だってことを忘れてはダメよ。リキ、リキ、早くコスモカプセルを手に入れるのよ。いいね、分かったの。そこにいたのか。これ、俺が子供の頃着てたお気に入りのシャツ。母さんが取っておいてくれたの、リキにって。なんだ、空気抜けたのか。変な地球。そっか、リキはまだ本当の地球見たことなかったんだよな。どうだ、美しい星だろ。綺麗だ。とっても綺麗だよ。規則違反よ。分かってるの、タクト。でも、G2 はリキを歓迎しているみたいだよ。G2? 集めたカプセルは G2 の中に保管してある。握手してもいい？ああ、喜ぶさ。規則違反もたまにはいいかも。だろ？でも、もうそろそろ戻らないと。地球観光終了。ジーツ、どうしたんだ？
どうしたの？分かんない。本当にリキ君が抱きついただけなのか？ああ、何もしてないよ。おかしいな。大丈夫なのかよ、おじいちゃん。うるさい。入ってきた作業中に声をかけるな。国内を恐怖と不安に陥れているボスキートに対して国防省はボスキートの拠点星神島を攻撃することを決定し、開発中だった新型軍艦 5.5 を初出動させます。 5.5 発進中、全国は開始して。ようこそ 5.5 へ。すげえ。一刻も早くミオさんを救い出したいんです。そしてジャスティパワーを取り戻します。うん、発進準備完了。タクト君たちは？地球人の問題は地球人の力で解決すべきだ。アド、戻れないのを承知で未来からやってきたのは何のためだ？未来の宇宙を守るためだろう。未来の宇宙は身勝手な地球人のせいで破滅の危機なんだぞ。だから俺たちはコスモカプセルを集めに来たんじゃないか。地球が滅びたらコスモカプセルも何もないだろう。第2エボオープン。ロケット発進エリアに移動中。天空は発進態勢。上空発進ゲートオープン。動力戦闘。最終チェックに来たらいなくなってたんだ。まさか勝手にどこかへ。まだそんなに動けないはずだ。近くを見てくる。冗談じゃねえよ。これからボスキートと戦うってのに。 G2 がいなきゃ装着もできないし武器も使えない。どうするんだ？指揮支援基地、夕日の発進を要請。了解。本艦はこのまま待機だ。待機？あ、まだまだ戦います。せっかく鳴り物入りで出動したんだ。じっくり攻めようじゃないか。こっちは待ってられないぞ。急がないと美代さんが。星式支援基地、夕日の出撃を要請します。場所は星神島北東山岳部。了解。クランブルゲートオープン。夕日
実を探してる時間はない。俺は星神島へ行く。タクト、また同じ失敗を繰り返すつもりか。俺は自分が生まれた星の仲間を見捨てることはできない。俺は行く。何度だって言ってやる。故郷への思いは誰でも同じだよ。春子母さんやゆうちゃんとこの家で暮らして、この星は僕の第二の故郷になった。だから僕も行くよ。ケイン、タクト、どうした？アド、お前ならわかるはずだ。私は過去の地球に行き、守るべきものを知った。愛と正義と勇気。アド、お前も自分で見て感じて、そして考えるんだ。行くぞ。洞窟まで走るの？その方が早い。早速お出ましか。どうするの、深夜さん。決まってるだろ。翔太、もちろん逃げるんだ。行こう。地球はボスキートで大混乱よ。コスモカプセルを奪うチャンス。やっぱあの子供じゃダメだ。我々でタクトを捕まえよう。地球に向かうわよ。宗次郎さんの手の跡しかないはずなのに、この小さい手の跡。やっぱりリキか。そうか、リキはお前らに命令されていたのか。子供を使うなんて卑怯だぞ。我々に卑怯という言葉はない。お前らがコスモカプセルを渡さないからだ。リキから連絡が入ったわ。コスモカプセルを手に入れたって。何？僕の星はね、第三銀河系にあるボルム星って言うんだよ。地球にそっくりなんだ。森があって、川が流れてて、空は七色に染まってるんだ。でもボスキートがやってきて全滅しちゃったんだ。地球人がボスキートやつって僕たちの星をめちゃくちゃにしたんだ。パパもママも地球人に殺されちゃったんだ。出ておいで、助けてあげる。あの宇宙海賊に助けてもらわなかったら、今頃僕もボスキートに。あの時僕も死んじゃえばよかった。パパやママと一緒に死んじゃえば。お前を壊したのは僕なんだよ。それなのに慰めてくれるの実。ボスキートを操ってるのは地球人じゃない。リキは海賊に騙されてるんだ。嘘だ、そんなの嘘だ。リキ、君も俺たちの仲間だ。
一緒に帰ろう。よくやったわ。さあコスモカプセルをこちらにお渡し。リキ、渡すダメだ。リキ、渡せば地球は終わりだ。タクト、地球を見て綺麗だって言っただろ。忘れたのか。何迷ってるの。いつまでうだうだ言ってるんだ。黙らせろ。母さん、ユイがいなくなってもいいのか。そのシャツ誰が待ってくれんの。リキ、いい加減に渡せ。ちょっと優しくしたら図に乗って。リキ君、お母さん、リキ君、命の恩人を裏切るなんて卑怯者。卑怯者はリキを嘘で騙し、コスモカプセルを盗ませようとするお前たち海賊だ。何言ってんのこいつ。艦長、話しちゃダメよ。リス君、あれ、ここは。あ、お母さん。私から逃げられるとでも思ってる。アイ、何よあんたたち。行くぞ。いいよ。ムーンタルトアタック。こんなことして済むと思ってるの。思い出した。行っちゃった。コスモカプセルを目の前にしながらもう最低。お黙り。あいつに言いたい放題喋らせて。おい、幽霊船が大変なことに。どうしたんだ。幽霊船があんなになって、もうすぐ地球に突入するぞ。地球はもうおしまいだ。巻き添えはごめんだわ。地球から一旦手を引くわ。あいつはどうする。幽霊船に飛ばしてボスキートの餌にしてしまえ。銀河系にあるボルム星人です。ボスキートに襲われてここにいる者以外全滅したのです。生き残ったボルム星人はマイの中に閉じ込められてボスキートのエネルギーにされるのです。ボスキートだ。こんなにたくさん。
セジューライザーにニンライザーまで登場か。賑やかなこった。ユヒ到着。開始だ。はい、ターチ攻撃モードに入ります。頑張って。ダイオキャリアとヒートバイザーが揃ってからにしよう。発進。ターボエンジン起動。偽剣雷座に突入。ミオさん、しっかりして。ミオさん、ユカちゃん、ジンヤさん、翔太君、ジャスティパワーを取り戻すんだ。お願い、もう一度ジャスティパワーを。行くぞ。こちらです。ジャスティライザー、グレイ、エンダージャスティライザー、かけり、参上。ジャスティライザー、ガント、解散。ジャスティライザーが現れて、偽物がパワーを失った。オスキートの姿に戻った。ケインたちを探してきます。人流フレイ。
れると思ってたよ。アドタクトが海賊に。タクトを助けに行くぞ。危ない、何とかしなければ。タクトたちは一体何をしてるんだ。何とかしてお願い。間違いない、水晶板がこの少年に反応しているんだ。それじゃグランセーザーを。しかし僕やってみる。リキ君、正義と勇気に宇宙が反応したんだ。あの船が地球を襲ったら終わりだ。タクト、ケイン、幽霊船を食い止めるんだ。地球を守れ。一斉攻撃だ。やるときはやるよ。安全。よし、いいよ。イーグルパルサー、これでどうだ。
さあ止まらない。どうするんだ。地球に突入する。まだ間に合う。最後まで諦めるな。エクスフォーメーション、グレートライオン、ライオンジャベリン。キャノン発射。メガノキャノン発射。やったか。どうだろう。でも止まった。守る星の戦士たちが揃った。みんなの力を一つにするんだ。ライオブレイカー、コスモカプセルライオン戦がとうとう地球に激突した。どうなるんだ。あれは幽霊戦が。あんなにマンモスボスキードだ。
どんなに強くても私たちは決して逃げない。それが星の戦士だ。よし、みんな行くぞ。
八聖神すべてのパワーがチャージされた。マンモスモスキートやっつけろ。いくぞ、ハウリングクラッシュギガスパース会いたかった。よかったわね。